アルジュン前にはインド出身のレーシングドライバー。アルジュンは5歳の頃に初めて 80cc のゴーカートに乗った。8歳となる、この年は MRF マイロータックスミニマックスナショナルチャンピオンシップでタイトルを獲得する。マレーシアで開催されるロイヤルクランタンカートプリエ出場し、チャンピオンとなる。 インド出身のカートレーサーが自国以外の国でタイトルを獲得した経験者のうち、アルジュンは最も若くしてタイトルを獲得した人物となった。レッドルースターレーシングチームから JK タイヤロータックスマックスジュニアマックスナショナルチャンピオンシップへ参戦し、最年少のドライバーとなった。ロータックスマックスチャレンジインディアジュニアへ出場し、全体の2位でフィニッシュする。 同時にファステストラップもマークしている。2年連続の出場となる JK タイヤ、フムシナショナルロータックスマックスチャンピオンシップインディア、ジュニアではトップチェッカーを受けチャンピオンに輝く。サハラフォースインディア F1 チームが主催しているワンフロムはビリオンファントでは他の選手を抑え勝利を挙げている。アコックレースインマカオ、アスク KF3 レースインエリートマレーシアでもそれぞれ優勝している。 アックスマレーシアンチャンピオンシップでは全体の2位となった。各国から優秀な成績を上げたカートレーサーが集まるロックカップインターナショナルファイナルマイナスジュニアロックへ出場。全体の5番手でフィニッシュを果たす。MSA ブリティッシュカーティングチャンピオンシップでは最優秀新人賞を受賞した。インドネシアカートプリではジュニアクラスのランキング2位で終える。 ロータックスインビテーショナルカーティングレース、クアラルンプールにおいては、ジュニアマックス部門で優勝を果たす。2013年をもって、カートレースを離れ、シングルシーターデビューを果たす。JK レーシングインディアシリーズでは2勝して、総合2位となる。アジアカップシリーズ、マイナススーパーシックスでは、ブッダインターナショナルサーキットで1勝し、全6戦すべてで、表彰台へ登壇し、 シリーズタイトルを獲得する。KF カテゴリーの WSK シリーズにも参戦している。BRDC イギリスフォーミュラ4選手権への参戦が決まり、ラナンレーシングから出場した。チームメイトはジョージ・ラッセルとストルアン・ムーア。シーズン4勝を挙げ、チャンピオンシップでも首位争いを繰り広げた。最終的にチームメイトのジョージ・ラッセルにわずか3ポイント及ばず。 総合2位という結果となった。この年は、トヨタレーシングシリーズにエントリーする。ポールポジション3回、表彰台圏内5回を記録し、総合4位へ入る。FIA ヨーロッパフォーミュラ3選手権へ参戦し、第3戦法グランプリレースににおいて4位に入り、初入賞を果たす。入賞4回の総合18位で終える。マカオグランプリにも初参戦を果たす。 スリーボンドウィズ T スポーツから出走して、決勝レースでは10位で完走した。ジェンザーモータースポーツから GP3 シリーズへ出場する。第4戦、ハンガロリンクレース2では2位表彰台を獲得する。第3戦からの途中出場ではあるもののコンスタントに、ポイントを重ね、総合10位までランキングを上り詰めた。2年目のマカオグランプリでは、モトパークから出場した。 決勝レースは昨年の順位より下回る21位と沈んだ。昨年に引き続きチームに残留して GP3 シリーズへ参戦する。開幕戦カタロニアサーキットレースに似て初優勝を飾る。5月には F1 のコンストラクター、ハース F1 チームから開発ドライバーとして契約したことを発表する。ありがとうございます。